アナボリックステロイド。アナボリックステロイドを、オス、は、生体の化学反応によって外界より摂取した物質からタンパク質を作り出す作用、すなわちタンパク同化作用を有する、ステロイドホルモンの総称。多くは、男性ホルモン作用も持っている。アナボリックの語源は、構築するを意味するギリシャ語のアナブリインで、一般的には、単に、ステロイドと呼ばれるが、 糖質コルチコイド成分のステロイド、副腎皮質ホルモンドとは異なる。アナボリックステイロイドは筋肉増強剤として使用されることが主で、ドーピング薬物として知られる。短期間での劇的な筋肉増強を実現すると、共に状態で得ることのできる水準をはるかに超えた筋肉成長を促す作用から、運動選手らの間で長年にわたり使用されてきた。 1935年に発見された物質テストステロンは、経口摂取されず、注射により、体内に投与しても、速やかに肝臓で代謝によって、活性を失ってしまう、すなわち作用時間が短いという性質を有していた。そこで、この物質の代替物としての多種の調整を加えた、テストステロンアナログの開発が望まれた。 やがて東西冷静の激化に伴いオリンピックがイデオロギーの戦場と化す流れの中でスーの東欧の東側諸国が自国の運動選手らに対するドーピングを組織的に行い始める。するとそれに対抗する形で多くの国々がテストステロンの代替物としての合成薬の研究に着手。そして1955年、米国の重量を上げ選手団の専属医によって ついに望まれていた形の筋肉増強剤が開発されるに至った。それはテストステロンの類似物質、あるいは体内に取り込まれた後にテストステロンに変換されるという物質であり、これがすなわちアナボリックステイロイドであった。各種で誕生するに至ったアナボリックステロイドは耐久性の運動競技や有酸素運動における能力の向上をもたらすものとして、 1960年代の初め頃から重量上げの選手やボディビルダーらの間注目を集め始めた。1975年になると国際オリンピック委員会によってオリンピックにおける使用禁止物質の一覧に新たにアナボリックステイロイドが加えられた。そしてその翌1976年に開催された1976年モントリオールオリンピックにおいて ようやく確立されるに至った検出技術を用いた上で、オリンピック史上初となるアナボリックステイロイドの使用差が行われることとなった。やがて1980年代も後半に差し掛かると、1988年に開催された1988年、ソウルオリンピックにおいて、100メートル競争優勝者のベンジョンソンによるスタノゾロールの使用が発覚したことで、 アナボリックステイロイドはスポーツ界を超えた一般社会からのドーピング一般に対する関心を弱気することとなった。そもそも生体から分泌される男性ホルモンの代表であるテストステロンの効力を改善するために合成されたことからそのテストステロンに類似した物質であり、タンパク同化ステロイドやタンパク質同化性ステロイドあるいはタンパク同化剤や タンパク質同化ホルモンとの訳語に明らかであるように、タンパク同化作用を強める働きを持つ。タンパク同化とはすなわち、摂取したタンパクを細胞内組織に変える働き、主に筋肉においてのことである。アナボリックステイロイドには、アナボリックアンドロジェニックステロイド、男性ホルモン作用タンパク同化ステロイドという異称がある。米国スポーツ医学会は、数名の個体において、 アナボリックステイロイドが適切な食事摂取のもとで脂肪をつけることなく体重を増加させることに寄与し、また強度の運動と適切な食事のもとで達せられる筋力増加がその使用によってより促進されることを認めている。アナボリックステイロイドは医療用に処方されることがある。そのタンパク動化作用を用いて骨粗しょう症や慢性の腎疾患の治療、 あるいは怪我や火傷による体力の消耗状態の改善などを目的に用いられている。こうして医療用に処方されるアナボリックステイロイドにはメスタノロン製剤とメテノロン製剤という2種類のそれがある。前者は骨粗症症、下水体性症人症、慢性腎疾患、悪性腫瘍、外症、熱症による著しい消耗状態などの治療に用いられ、ヘモグロビン量や 赤血玉数の増加などの増血作用をも示す。後者は、これらに加えて、再生不良性貧血による骨髄の症状体の治療に用いられている。再生不良性貧血は、骨髄中の増血幹細胞が何らかの原因で、障害されて生じる貧血である。一般に再生不良性貧血の治療は、免疫抑制療法、骨髄移植、タンパク同化ステロイ療法などがある。 そのうちタンパク動化ステロイドは、軽症例に使用する、タンパク動化ステロイドの疾患への効果のメカニズムとして、腎臓に作用して、エリスロポエチンをさせる働きと、臓血管細胞に直接作用して、増殖を促す働きが考えられている。HIV による消耗状態に対する投与の知見も行われている。アナボリックステロイドには、多くの副作用がある。 その副作用は容量依存性で、最も一般的な副作用は、血圧上昇とコレステロール値上昇である。空腹時血糖値や体等の検査の変化も見られている。テストステロンなどのアナボリックステロイドは、循環器疾患や冠動脈疾患のリスクを増加させる。ニキビは、アナボリックステロイド使用者によく見られ、多くの場合は、 テストステロン濃度増加に伴い皮脂腺が刺激されて起きる。高容量のアナボリックステイロイドを傾向使用すると、アナボリックステイロイドが消化管で代謝 C-17αi のアルキル化され、その生物学的利用率及び安定性が増すため、肝障害を起こすことがある。高血圧、血中、LDL コレステロールの増加、血中、 HDL コレステロールの低下により、心血関係の病気を誘発する原因ともなる。特に、心臓の負担となる過度な有酸素運動と、組み合わせると、顕著な心肥大を起こさせるので絶対に組み合わせてはいけない。有名ランナーや自転車競技の選手が数多く、心疾患で死亡している。国際癌研究機関の査定に基づけば、アナボリックステイロイドは、人に対する、 発言性をおそらく有している。起こりうるその副作用群をまとめれば次のようになる。スポーツ選手が自分たちの競技パフォーマンス向上のため特に筋力を向上させることを目的にステロイドを使用することは古くから行われていた。競技の公平性や選手の健康のために様々な検査方法でドーピングの蔓延を防ごうと努力されオリンピックをはじめとする大会では 各種の厳重な検査を実施している。しかし、規制対象外の薬品を新たな増強剤として採用したり、増強剤の使用痕跡が出ないような薬品が開発されたりと、あの手この手で検査をすり抜ける試みが後を絶たない。東欧諸国の中には国家が中心になってドーピングを行っている場合もあり、近年では検査を誤まかす能力に長けた大国のドーピング違反者が減り、 逆にドーピング歴の浅い小国が検査に引っかか機会が多いという現象も起きている。アメリカ合衆国においては、著名なメジャーリーガーらにステロイド使用の疑惑が持たれたり、見栄えを良くしたいといった理由でステロイドを使う青少年が出現して社会問題となった。一般層における使用の理由は運動能力の向上ではなく、 肉体的魅力の向上であることが主であるという。自身が乗用車であることを明かしたアメリカ人はおおよそ110万人に上っていると2004年度の研究がある。カリフォルニア州などの一部の州は未成年による購買予報で規制しているが、インターネットを介して簡単に購入することが可能という状況にある。セントラルミシガン大学のトレイシー・オルリッチ博士の調査によると、 米国における10代のステイロイド使用者の数は2003年に30万人に達したという、米国国立薬物乱用研究所の2004年度の研究は、正確な統計の作成は困難であるものの、中学2年生と高校2年生だけで50万人が使用しているとの見積もりを示している。町山智博によれば、ステロイドが生まれてからというもの、 米国のスポーツ選手の体は急激に変化していったという。いわゆるアメコミのヒーローらは全てが筋骨隆々であり、正常期の前でたくましい胸を張るスーパーマンがアメリカ人男性の理想として子供らにすり込まれた。そしてそのような男性はフィクションの世界にしか存在し得ないものであったが、ステロイドがそのあり得ない体を現実にしてしまったのだという。近年、 ステロイド使用が明らかになったスポーツ選手には陸上のティム・モンゴメリ、ラショーン・メリとマリオン・ジョーンズらがいる。エンターテインメントの世界にも深く浸透している。1980年代より米国の筋肉スターの象徴としてその座を二分してきた映画俳優のアーノルド・シュワルツェネッカーとシルベスター・スターンは両者ともステロイド使用者であり、同時期の米国のプロレスにおける 筋肉スターの象徴であったミスターアメリカことハルク・ホーガンもステロイドの乗用車であった。街の犯罪者らの間でも身体強化のために日常的に使用されており、さらにはそれらと仕事で対することになる警察官らの間でも多く使用されているという。専門家の報告によれば犯罪多発都市の警察官のうちの実に4人に1人がステロイドの使用者であり、 その使用率の増加を示す事例も数多に上っている。刀剣用の犬に摂取させるブリーダーがいるという話もある。少女らによる使用の増加が社会問題になってもいる。その用途はすなわちモデルのような細い体を手に入れるためのダイエットを目的としたものであり、ある2005年の報告によると女子高校生のおおよそ5%、女子中学生のおおよそ7%が 少なくとも一度はステロイドを使用した経験を持っている。バリー・ボンズやホセカン・セコ、マーク・マグワイアなどといった記録的な野球選手らのステロイド常用の発覚、そしてステロイドが原因とみられる著名なプロレスラーらの溶接が相次いで発生た2000年代にあっては、社会、特にスポーツ界におけるステロイドの蔓延という問題を議会が大きく取り上げるに至り、 時のブッシュ政権はステロイドの危険性を啓発するための学校教育プログラムに拒否を投じた。CNN はステロイドを常習したプロレスラーのダイナマイトキットに対する独占取材を行い体がボロボロになり困窮と車椅子生活を送るその姿を紹介した。1970年代から1980年代にかけてのオリンピックを席巻したドイツ民主共和国。 東ドイツでは、その選手団へのステロイドの投与を国家が主体となって、組織的に行っていた。東ドイツの男子代表選手による使用の記録としては、初期のもので1963年のそれが残されている。女子選手らによるステロイドの使用は、1968年、メキシコシティオリンピックを控えた時期から格的に始まった。 さらに男性ホルモンなどの使用が加わった1970年代にあってはオリンピックのほぼあらゆる競技でこうしたドーピングが行われた結果東ドイツの選手らによる金メダルの獲得数が突出するようになりやがて東ドイツは米国やソビエート連邦に並ぶスポーツ大国と呼ばれるようになるに至ったイギリスにあっては異性の気を引きたいという理由で10代前半の 少年らまでもがステロイドを乱用している2000年代の後半におけるそのような話題がきっかけとなり政府機関の専門家らがボディビルダーや特に10代の少年らの間でのステロイドの急激な蔓延現象についての警告を発するに至っている2007年度に明かされた統計によればステロイドを使用した経験を持つ英国民は20万人に達しており そのおおよそ5分の1にあたる4万人ほどは、その前年にも使用。さらにはそのうちの2万人ほどは、その統計が取られた月の直前月にも使用していたという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。